若大将といえば、加山雄三さん。先日、全盛期を共に歩んだ。長年の相棒を見送ったばかりで、自身も病気療養中だと言いますが、気になったので調べてみることに。加山雄三さん。俳優だけでなく、歌手としても、大成功されていますが、そもそも芸能界へ入ったのも、自分の船を持ちたかったから、その資金を稼ぐのには、芸能界が一番手っ取り早く、稼げそうだったからなのだそうです。そんな加山さんも現在83歳。本名は池畑直明さん。神奈川県茅ヶ崎で育ったのだそう。父親は往年の二枚目スターの俳優の上原健さんで、母親も美人女優の小桜陽子さん。ですから、文句のつけようがないほどのサラブレッドの2世でした。しかも、母方の高祖父はなんと、岩倉具視という由緒ある血筋だと言います。若い時からスポーツ万能で、スキーは母親から教わって、国体選手にも選ばれる腕前で、日本初のサーファーとも言われるほど、スポーツ万能でしたが、意外にも幼少期には、大腸過多を患ったりして、とても病弱だったそうです。そのため、一家は茅ヶ崎に引っ越したんだとか。学歴は慶應義塾校の後、慶應義塾大学法学部政治学科卒。頭脳明晰、スポーツ万能。そして男前でしたから、若大将シリーズはまさに、加山さんそのものだった。と言っても過言ではありませんね。1961年、一作目、大学の若大将から、1981年、18作目、帰ってきた若大将まで、20年にわたってのかけがえのない相棒が、先日、老衰のため、88歳で逝去された、名優の田中邦衛さんだったのです。田中邦衛という名脇役なくして、ここまでのヒットはなかったのでは？そう感じるのは私だけでしょうか。加山さんのこれまでの人生は、まさに波乱万丈でした。これだけのスターでありながら、長年、お金の問題が付きまとっていたのです。映画、エレキの若大将の主題歌の、君といつまでもが、350万枚の大ヒットとなった1965年、加山さんも個人資産をつぎ込んで、パシフィックホテル茅ヶ崎を叔父と開業。運営会社取締役に就任したものの、1970年、23億円の負債を抱え倒産。そんな折、妻の松本めぐみさんと結婚したことで、世間を騒がせることになっています。今では二男二女の親でもある。二人の馴れ初めは、1965年、映画エレキの若大将の共演が縁で、交際するようになり、船に誘った時、船酔いしない奥さんに、加山さんは一目惚れしたのだとか。ですが結婚する頃には、人気にも陰りが見えてきて、キャバレーやナイトクラブなどの、土佐回りまでして借金返済をしたそうです。ある時は、一個の卵を二人で分け合って、卵かけご飯を食べたほどお金がなかったとか。加山さんは後に、神さんがいなかったら、今の俺はないですよ。俺みたいなどうしようもない人間を、よくぞ操縦してくれたと。理屈とか技じゃなく、彼女は本心で動いてるから、真実ほど強いものはない。そう語った加山さん。それにはこんな理由も。奥さんは、早くに父親を亡くして、15歳から家族を養うために、芸能界で頑張ってきたとも。それが、加山さんの母親の人生と、被るものがあったようです。しかも、1970年には、その最愛の母は、子宮癌で52歳で旅立っていますから、なおさら、そう感じたのではないでしょうか。しかしそんな加山さんに、またしても、お金の問題が浮上。テレビ出演にシフトしてから、好調だったのもあって、1991年、新潟県南魚沼郡湯沢町に、
総工費100億円と言われる加山キャプテンコーストスキー場をオープン。ですが2011年バブル崩壊や東北大震災の影響でたちまち経営困難となって数十億円の負債を抱え閉鎖。自宅も売却するほど絶体絶命のピンチでしたが、負傷不随で見事に乗り越えた加山雄三さんですが、ある情報からすると、ある時から二人は別居状態だったとか。それはとても奇妙なものだったそうです。というのも、なんと奥さんは加山さんを残して娘さんとアメリカで暮らしていたといいます。どうしてなんでしょうか。卒婚などと憶測を呼んだ真相は、実は当時将来的には夫婦でアメリカに住むつもりだったそうで、そのために二人で永住権を取ったのですが、収入がない奥さんは半年以上はアメリカにいなければ権利を剥奪されるため、そうなってしまったそうで、加山さんが通い夫になっていたのだとか。ですが、それもある出来事によって終わりを迎えることに。2019年、脳梗塞が加山さんを襲います。早期発見もあって10日で退院しますが、2020年には引っ越しされていたことが分かったのです。その引っ越し先とは自立ケアハウス、なんと高齢者生活支援施設だったそうです。病気が後押しする形で、また夫婦二人での生活が始まったといいます。ですが、その後またしても不運が襲います。トレーニング後に水をがぶ飲みした際に強く咳き込んだことが原因で軽度の小脳出血を起こしてしまいます。現在も経過観察中ということです。ケアハウスに入居したことも驚きですが、度重なる病気も心配ですね。しかし、この体調の不安を予感させる出来事が2018年にあったのです。大々的に報道されたのですが、愛船荒神丸が全焼するという大事件が起きます。自他ともに認める海の男、船に乗るために芸能界に入ったくらいですから、そのショックは相当で体調を崩してしまいます。出火原因は特定できておらず、37年間の相棒に別れを告げることに。やはりそのショックで心身に少なからず負担がかかったのかもしれません。話は戻りますが、現在も復帰を目指してリハビリ中の加山雄三さん、先日もう一人の長年の相棒とお別れをしています。その人とは機内の名優田中邦衛さん。若大将シリーズと北の国からが不朽の名作となったのも田中さんがいたからですよね。その魅力を一番よく表しているのが、黒板五郎を田中さんに決めた際の無二の親友で脚本家の倉本聡さんの言葉。さまざまな候補者がいて、その中で誰が一番情けないんだろうという議論になって邦さんになった。ドラマを通じてとても演技が成長していったと思う。彼の芝居は本人はとても悲劇的なのに、傍から見ていると何ともおかしくなる。これが彼の真髄だと思う。情けなさの中にポエムがある。まさに日本一情けない男だった。青大将の時もそうだった。それでもどこか愛おしくなる、そんな演技をする田中邦衛さんだから、若大将のかっこよさを最大限に引き出せたんだと思います。加山さんも感謝と惜別の念を込めて、信じられない、今は何も言葉にならない、寂しいよ、本当に寂しい、邦さん本当にありがとう、若大将加山雄三。加山雄三を語る上で田中邦衛なしでは語れないと言えるのではないでしょうか。若大将は自分を引き立たせるためではなくて、心から好きで慕ってたのかもしれませんね。それにしても幾多のピンチから不死鳥のように復活した加山雄三さん、彼の一番の財産は何だったのか。それは
いつも寄り添ってくれた妻と、愛船荒神丸と、そして公私ともに良き友だった青大将こと田中邦衛さん。そうだったのではないでしょうか。一日も早く全快されて、サライを歌って聞かせてほしいです。これからも陰ながら応援しています。